ということで、じゃあ続きをやっていこうと思います。今102ゴールドあるな。ちょっとあれやな、街中からかき集めただけあるな。ちょっと下まとまったお金になりつつあるんですけど、まあ今回はルイーダの酒場に行ってね、旅立ち前に、あ、タイムトラフクや、旅立ち前に仲間を見つけてこいと、はい、いうことで行きます。ルイーダの酒場、ここも入れるな。こんにちは。お城川西、海伝いを歩くと岬の洞窟があるそうです。そう、あれやな、町になんかここの町から出たらなんか盗賊の鍵をまず探さないといけないっていう話でしたよね。いやー、ドラクエ、もういろんな人ともドラクエトークしたいわ。私はね、マイナーかもしれないんですけれども、ドラクエ7が一番好きなんですよ。はい、ね、題材、取り上げてよ、題材がめちゃめちゃ好き。時間物じゃんね、石板見つけてなんか過去に行ったりとかさ、そういうのがめっちゃ好きなんよ。あと転職システムもめっちゃ楽しかったしな。はい、皆さん、ナンバリングはどれが一番好きですか？ドラクエ。11も良かったよね。あれはね、名作やわ、11。さあ、ということで、ルイーダの酒場に。こんにちは。いらっしゃい。ついにこの時が来たのね。はい。あなたが生まれた時のことは、よく覚えているわ。あの時は、私もまだ子供だったけれど、まるでお姉さんになった気分でね、少し大人になれた気がしたわ。もうあれから16年も経ったのね。はい。さて、知っているとは思うけど、ここルイーダの酒場は旅人たちが仲間を求めて集まる酒場よ。ルイーダ20代半ばって感じか。ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。仲間が必要なら私に任せてね。はい、かわいい。そうね、これからはさん付けで呼んだ方がいいかしら。それでは改めて。こうなんかさ、シンプルなんだけどさ、でもなんかこう動きがあるだけでもなんかめっちゃかわいいって思っちゃうな。ここはルイーダの店、旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。何をお望みかしら。あ、名簿、ミザリー、マーリー、マゴット、名簿。やっぱりなんか戦士は欲しいよな。戦士、仲間を呼び出す、ミザリー。はい、いや、なんか優しいね。一通りいるんか。マーリン、マゴット。まあ最初はこうだよね、やっぱな。勇者、戦士、魔法使い、僧侶。 OK、 仲間を探す。もちろん酒場にいる人を呼んでもいいけれど、もしそんな人がいなかったら2階の受付で探してもらうといいわ。きっとあなたの気分にぴったりな人を見つけてもらえると思うわよ。お助け機能。いや、アリアハンの酒場で同じセーブデータにある他の冒険の書とお助けキャラの貸し借りができます。へえ。詳しく知りたい人は旅の心への助けに出すと助けを呼ぶを確認しましょう。 OK、 じゃあちょっと2階にも行ってみるか。よし、頼むぜ、お前たち。あれ、なんかさ、名前って付けられなかったっけ、この一緒に行く人たち。名前は無理だったか。はい。いやー、魔物使い入れたいな。冒険者たちの登録上、あなたが仲間にしたい人を探し出し、冒険者を名簿に登録して差し上げましょう。名簿に登録しておけば、ルイーダの酒場その人を、すいません、呼び出すことができますよ。はい。え、どんな人動けば、え、名前って何？え、真の名前をコッペパンにしたか、じゃあカレーパンらへんにしとくか。あ、それあれか、名前つけられんのか。カレーパンさんで。パン食べたくなってきた、夜中なのに。はい。職業、じゃあ魔物使いで。じゃあ女性にしようかな。すごい、ここまで細かく指定できるんや、すごい。角生えてる。
いやこれでいいかな、デフォルトで。あ、紙の色とかも選べんの、え、やば。え、どうしよう、紫髪、黄色髪にすっか。え、ムンさんの仲間には王様から特別に激励の品が贈られます。力の谷、素早さの谷など6種類の谷のうちいくつかを仲間に使うことができます。どの谷にするかはムンさんが決めてもいいし、私にお任せしてくださっても結構です。ムンさんが決める場合はもちろんお好きな種を使っていただきますが、私のお任せの場合はとにかくその時の私の気分でやらせていただきます。ではカレーパンさんへの種の使い方はどう、え、じゃあ自分でやるよ。はい、じゃあ身の守り、賢さ、運の良さ、なんかさ魔物使いなんか回復もするみたいなこと言ってたから、賢さ上げといた方がいいかな。カレーパンとスタミナ、体力、スタミナ上げて、あと力も上げとくか。 OK、 なかなかロマンチストのようですね。素早さと賢さが少し上がりやすいでしょう。最後はこの方、お声を聞かせください。え、じゃじゃあもう、え、声どうしよう。え、じゃあギャルにしよう、ギャルが好き。はい。カレーパンさん、はい。あ、深めたけじゃん、はい。え、どうしよう。いや、僧侶欲しいんだよな。え、どうしよう。じゃあミザリー置いてくか。はい。よし、カレーパンよろしく。まあいいや、これで。いや、とりあえず、いえ。おー、やったー。お、カレーパンよろしく。ちょ、装備、武器、ヒノキの棒、布の服、旅人の服。マゴットさんはなんか装備してんのか、してるっぽいね。カレーパンどうしよう。コンボ持ってるな。あ、そうだね、旅人の服、あ、旅人の服あるわ。あ、違う、カレーパン、え、だし旅人の服買った方がいいかな。まあいいか、とりあえずこれで。よし、お、早速魔物使いを仲間にできたぞ、嬉しすぎ。早速ちょっと外に出てみますか。装備整えた方がいいかな。お金がね、まだって感じやけど。おお、え、Y を押すと地図を開くことができます。現在地や周りの地形を確認できるので迷ってしまったらまずは地図を見てみましょう。 Y ボタンね。ちょ、なんかキラキラがあるんだけど、何これ。あ、薬草、毒消し草。え、ちょ、いいのかこんな大盤振る舞いして。わあ、 BGM いい、マジでめっちゃいい。お、来た、よし、戦闘だ。最初から4匹も出てくんの。はい、えい、よし、いいぞ、出た、マヌサ。え、これさ、作戦できないっけ。私、あの、全部命令したいんだよな。ある、全員命令させろでいいよな。よし、戦う。あ、メラがある、大ガラス。あ、本意に覚えてるね、さすが僧侶。特技、舐め回し、身をすくませる。ほほほ、
ちょ待って、カレーパンお前ちょ待って、おー待って、ここはやっぱ装備買った方がいいな。てか人力ちゃん強いんだけど。ちょ待って、よし、焼き殺せ焼き殺せ。あ、でも HP 減ったよね、赤。おいみ、カレーパン。よし。よし。クソ、マヌーさん。ひでえ。あ、よかった。ちょ、待って、これは装備買った方がいいわ。お母さんのところで。休むか。はい。お友達もご一緒に。おお、お友達もご一緒に。そう、宿はね、実家が最強なんすよ。はい。いってらっしゃい。はーい。で、結局ね、ブロンズの剣だっけ？カレーパンには、そう、ブロンズの矢か。持たせて、それぐらいしか買えんかったな。さすがに、100ゴールドしかないから。お祈り。はい。だーだーだー。で、じゃあちょっと村を目指してやっていきますか。早くジパングとか見たいよな。あ、そうそう。あれ、マップはまだ全部表示されない感じか。あれだよね、世界地図だよね、3って。確かマップの形。全容見たいぜ。出た。くそ、大ガラスが怖いんだよな。あ、防御でもいいか。よし。カレーパン頼むぞ。ミラ、ナイス。だけでも価値あるよな、ほんとドラクエ。よし、ナイス。誰かレベル上がらん。お、高箱。なに、あ、薬草。あ、そっか、多分薬草持たせといた方がいいか、仲間に。装備。あ、幸せな靴。あ、ちょっとこれ装備しとこう。薬草、道具、薬草、果たす。薬草そんなに、あ、そっか、複数個渡せんのか。薬草、果たす、カレーパン、2個ぐらい。だから無駄に持ってんな、カレーパン。まあ、いいか。とりあえず、街を目指そう。お、なんだ？看板がある。レーベ、岬の洞窟。なんか岬の洞窟になんかあるみたいなこと言ってたよな。てか、あれか、エンカウントあれなんだね。ランダムエンカウントなんですね。まあ、その辺も、あれか、踏襲してくれてるというか、当時の。よし、ナイス。痛い。カレーパンペライな。よし、まあ、あとはスライムだけだから一旦攻撃で。
ナイス。いて。やったん。あ、ようやくレベル上がったわ。幸せな靴効果かしら。あ、みんな上がりそう。たっ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 たん。あれ、カレーパン上がんなかったんだけど。あ、ちょっとね、キラキラある。わー。お、マヌーハソウ、薬草、力の種。え、これなんか、大盤振る舞いでアイテムもらっちゃっていいわけ。ということで、じゃあ今回ね、ここまでにしておこうかなと思います。はい。じゃあ次回こそ、レーベの村だっけ、そう、盗賊の鍵をね、ゲットするべく村を目指してやっていくんですけれども、まぁ、ちょっとね、岬の洞窟だっけ、あそこもちょっと気になるから行ってみようかなと思います。はい、ではお疲れ様でした。